秋田県警察運転免許センター、秋田県警察運転免許センターは、秋田県秋田市にある、秋田県警察が管轄する唯一の運転免許、試験場である。秋田県内の運転免許の更新については、秋田市以外では管轄する、各警察署、幹部交番、及び、秋田県警察が指定する特定の交番でも、平日に限り更新が可能である。秋田市以外の、 各警察署で免許を更新する場合は、免許センターで更新する場合と異なり、証明写真が必要である。なお、住所地を管轄する各交通安全協会加入者に限り、加入者特典として申請用の証明写真が無料になる。交通安全協会の会費は、免許の更新時に有効期限に応じた期間分をまとめて支払う形となる。秋田市の場合は、 警察署では免許の更新を行っておらず、秋田市に住民票を置く者は、遠隔地での更新などの特段の理由がない場合は、当センターでなければ、免許の更新ができない。なお、当免許センターは土曜日と祝祭日が閉所されるが、免許の更新の業務に限り、日曜日でも可能である。免許の返納及び、運転経歴証明書の発行については、平日だけでなく、 日曜日の午後に取り扱いがあるが日曜日を希望する場合は事前予約制となっている。ありがとうございます。